本当に出してくれるのか。どうぞ出られなされ。これは俺の、確か崖から落ちた時落としたはずだけど。あれ、何だったんだあいつは。王子、しつこいぞ。ついてくるなフリッツ。いやしかし。放っておいてくれ。お前がいると邪魔でならん。困りますよベルナー王子、勝手に王宮を抜け出されては私が叱られます。早く戻って算術の勉強をいたしましょう。ベルナー王子、御所ですから帰らないと。バレなければよいのだ。おいフリッツ、父上に告げ口などするなよ。ああでもベルナー王子。よいなフリッツ。それからな、王子王子と街中で連呼するのはやめよ。どうして私の言うことを全く聞いてくれないのでしょうね。とほほ、一体全体なぜこのようなお方になられたのやら。何か言ったか。なんでもございません。ああ
王子。おい、おめえ王子らしいな。無礼者、離さぬか。あなたたち、ベルナー王子を離しなさい。やっぱ王子だぜ、兄貴。さあ、そこの兄ちゃん、王子を返して欲しかったら身代金ちゃんと持ってこいや。身代金。おうよ、無事に返して欲しけりゃさっさと持ってきやがれ。フリッツのバカ、お前が王子王子って騒ぐからこんなことになるんじゃないか。しよう。ここまで来れば大丈夫かな。腹減ったな。そういえば、あれから何も食べてなかったんだよな。何か食おうかな。何の騒ぎだ。おら、さっさと死ねえか。大丈夫ですか。どなたか存じませんが、王子を、ベルナー王子を助けてください。そんなに強く掴まないで。なんでそんなのに頼むんだ。そいつもならず者かもしれないだろう。お願いします、力を貸してください。